エゾナキウサギの発見エゾナキウサギエゾナキウサギの発見では、エゾナキウサギが発見される経緯と発見後の事象について説明する。エゾナキウサギは1928年10月に北海道オケトで捕獲された。この一件は新聞の記事になり、同年10月14日の小樽新聞にオケトで捕へた珍獣という見出しで掲載され、エゾナキウサギの存在が 初めて広く世に知られることになった。エゾナキウサギに関する文献や伝承は1928年のオケトでの捕獲まで存在しないと思われていたが、明治、大正期に十勝市長館内の差別地区に入植した開拓民はエゾナキウサギが生息していることを知っていて、ゴンボネズミと呼んでいた。しかしそのことが研究者に知られるのは後のことであった。 開拓目によりも、はるかに長く、北海道に住むアイヌ民族は、エゾナキウサギの存在を知っていたと推察できるが、アイヌの伝承には、エゾナキウサギのことは出てこない。また、江戸時代以前に、エゾ地を探検した和人による、エゾナキウサギに関する報告はない。小泉秀夫らの大雪山調査会が1911年から1925年の期間に、 大雪山で9回調査を行っているが、1926年に刊行された小泉の著書、大雪山、登山法及び登山案内には、エゾナキウサギに関する記述はない。1925年に、オケトの山火事や土地で、カラマツの苗木が動物にかじられる被害が発生するが、営林リ書ではこの害獣を特殊のネズミと称した。後にこの動物が、 えぞなきウサギであることが判明する。そして1928年10月に特殊のネズミが捕獲され、人獣として新聞記事となる。1929年11月4日のランセニアに岸田久吉の20日ウサギ類雑報に論考なキウサギ科に属する動物が北海道にいるかが掲載される。続いて、翌1930年4月29日の ランセニアには、エゾ初カウサギを発表。同年5月になると、島倉徹次郎と犬飼哲夫が、新たに北海道に発見されたる鳴きウサギについて、の中で、学名をちょっとな SP と和名、鳴きウサギを記述。鳴きウサギの命名者は、島倉であるが、それはよく鳴くことにちなむ。エゾ鳴きギによる、食害発覚しり市長館内オケト町安住の、 オンネアンズ川の標高340メートル付近の岩屋暦に覆われた急斜面において、1925年の山火事後にカラマツを植林した2カ所の区域の苗木が動物の食害に遭う。苗木の被り跡が基地のネズミ類やエゾリス、エゾ雪ウサギのもとは異なり、この道の動物を特殊のネズミと称した。特殊のネズミ駆除のために殺素剤を使用したが効果はなかった。 捕獲成功1928年10月、野付牛エリン署の職員がネズミ取り機を考案し、カラマツの枝葉を餌として仕掛けたところ、同月3日に3匹の捕獲に成功し、その後も数匹の捕獲に成功、総計約10匹の特殊のネズミを捕獲することができた。反響この捕獲は1928年10月14日のホタル新聞に記事と写真が掲載された。 その内容は次の通り。森林に、山火、中外の他のネズミの食害も相当侮りがたいものがある。道庁ではこの野ネズミを極力捕殺するよう特例しているが、このほど北見桶戸村付近において、家ネズミ大の異様のコケを発見捕獲した。写真のごときものであって、種類名称を知るため北大で解剖に不死研究をしたが、これに似たものは、 満州におけるタルバカンと称するもので、また、朝鮮にも同様なものが住んでいるが、しかしこれらとは形態において多少異なる点もあるので、とにかく北海道では珍しいものと言われている、新聞掲載時点では、エゾナキウサギの分類学上の種が不明であった。学名命名、岸田久義は、帰還し、ランセニアに、ダイアグノシスオス、エーニューパイピングヘアフロムイエソと題した論考を、 発表し、発見された新種の動物の学名を、オおちょとエ家損しす、和名を、エゾハツカウサギとした。同年5月、犬飼哲夫と、島倉徹次郎が、トランザクションズ・オブ・ザ・札幌・ナチュラル・ヒストリー・ソサイティに、オン・オチョトナ、英乳ローダント・アンリコーデド・フロム、北海道マイナスシに、北海道に発見されたルナキウサギについて、を発表し、学名を、オチョトナ SP、 和名を泣きギとした。学名の命名は早く名付けられた名称を使用することになっているのだが、北海道の泣きギは1811年に、ベーター・ジーモン・パラスが命名した泣きギをチョトナ、ハイパー・ボボリアと同種と判断されたため、1930年に、岸田が命名したオチョトナ・イエ・ソンシスは、種名としては採用されず、エゾ泣きギの種名は、 おちょっとなハイパーボーリアとなった。しかし、足名は、おちょっとなハイパーボーリアへ損失となった。アイヌ語の名称アイヌ語でのエゾナキウサギの名称は、不明である。俗称エゾナキウサギの俗称は不死、発見までの経緯で前述したように、ゴンボネズミである。エゾナキウサギの存在は、開拓民の間で、すでに明治、大正期に知られており、それよりも以前に、 アイヌ民族が知っていたことが推察できる。しかし学術的に発見されるのは昭和初期の1928年になってからである。なぜこのように学術的な発見が遅れたのであろうか。1925年の大雪山調査に参加した犬飼い哲夫は1931年に発表した法文大雪山なきウサギの食物貯蔵書についての中で、 エゾナキウサギとエゾシュマリスの鳴き声が酷似しており、区別がつかなかったと実解している。エゾナキウサギの存在を知らなかった1925年、当時の調査では、未知のエゾナキウサギの鳴き声を耳にしても、基地のエゾシュマリスの鳴き声と思ってしまったものと推察される。ウェブサイト出版物辞書ウェブサイト出版物。ありがとうございます。